創業者のニーフィー・グリック・テータートと2を積載した同社のトラックオレアイダはハインツの子会社であり、冷凍ポケットや冷凍野菜を販売している会社である。オレアイダの最古の工場はオレゴン州オンタリオにあり、そこでは1000人以上の従業員が働いている。アメリカ合衆国の冷凍食品業界で最大の販売量、生産量を誇る。 1951年に、モルモン京都の企業家、ニーフィー・グリック、ゴールデングリック兄弟によって創業された。アイダホ州の宗教にあった、オンタリオの第二次世界大戦期の古い、冷凍食品工場を買収して、最初にオレゴンフローズンフーズ社として登記し、冷凍野菜の製造販売を開始した。翌1952年に冷凍ポテトの開発に取り組み、 ポテトビジネスを開始。そして、2年後の1954年に最初の商品であるテータートッツを販売すると、芝叩く間にヒット商品となった。以後、テータートッツはハッシュドポテトを代表するブランドとなった。1961年に、俺間に社名を変更。隣の間補修から、原料のジャガイモを調達していったことから、 双方の襲名を合わせたものであった。ロゴは当初、アイダホ・オレゴンの2州を組み合わせた形をしていたが、現在はポテトの双葉をモチーフにしたロゴに変更されている。1965年にハインツ社の資本投資によりハインツ社の参加に入った。1984年に日本に上陸。アメリカ本国同様に間もなく人気商品となった。 イ間のメロディーと共に流れる CM も商品の浸透に役立った。1991年に電子レンジ対応や調理時間短縮の製品を開発し、現在に至る。本社は最初、ボイシにあったが、1999年にハインツの本社があるピッツバーグに移転した。なお、日本での本社はハインツ日本内にある。イ間は、 ナスカへのスポンサーを行ったことがある。2005年から2006年には、ブライアン・ビッカースの2007年には、ジョン・ウッドのスポンサーになった。ありがとうございます。